ゾンド3号はソビエト連邦の月探査機。ゾンド計画によるものであり、ミッションとして月をフライバイし多くの写真撮影を成功させた最初のゾンド探査機である。探査機の設計はゾンド2号と類似しており、撮像装置に加え、磁気センサ、紫外線及び赤外線分光計、放射線センサ、観測用、アンテナ、流星人装置を備えていた。 また4エンジンの実験機も積んでいた。マルス3メガボルトマイナス 4A とも呼ばれるゾンド3号はスプートニクによって月に向かう軌道に打ち上げられた。この宇宙船には焦点距離106ミ、mm、リメートルのカメラとテレビシステムを備えていた。7月20日、打ち上げから約33時間後に月まで9200キロメートルに再接近し、月フライバイを行った。 11570km から 9960km の1から68分ごとに高品質の25枚の月の裏側の写真が撮影された。写真により月面の1900万平方キロメートルがカバーされた。220万キロメートルの彼方から地球に向けてファクシミルによる写真の伝送が行われ、さらに3150万キロメートル先から 再度伝送された。ガツフライバイの後、ゾンド3号は太陽周回軌道に入り、火星軌道に相当する距離からの通信も行った。この探査機は、もともとはゾンド2号と同時期に火星探査機として打ち上げられる予定だった。しかし打ち上げが1964年の火星への打ち上げ、ウィンドウに間に合わず、次のウィンドウまで火星到達が不可能となったため、代わりに、 期待のテストに用いられた、考えられている。ありがとうございます。